なんだか話が怪しい方向へ進みそうな。私が見たいのはこういうドラマなのでしょうか。ネジの素人でも半年以内には仕事を取ってくるのでしょうね。私も自営業だから仕事をもらうのがどれだけ大変かってのは分かっているつもりです。素人で営業って若い時の私じゃん。いや、私は営業したことなかったです。仕事ってなんかわかんないけどもらえるのです。舞もなんかわかんないけど仕事もらえるのかな？そんなドラマで大丈夫？と思ってしまう私。さて、なんだか視聴者から評判の悪い山田さん。ちゃんと終業のベルが鳴ってから口紅塗ってるし、デスクには付箋がいくつも貼ってあって、実は仕事できるのではないだろうかと推測できます。めぐみさんが山田さんの嫌味を笑って聞き流したのも、視聴者の知らない山田さんという人を知っているのでしょうね。さくらの彼氏、むっちゃんのようにテレビで放送されていることだけが全てではないということですね。第73話のあらすじです。営業のために、前は岩倉のネジが、どのように作られているか、笠巻から講習を受ける。めぐみさんも、その講習に加わる。その様子を目にした社員からは、笠巻を気遣う声や、ネジの素人が自分たちの社長ということを嘆く発言も出るが、若手でネジが好きな土屋は自分のためにもと、笠巻の講習会に参加する。